よろしくお願いします。九州大学の沖と申します。今日は、チップアトラスというウェブサービスについてお話ししていきたいと思います。でこれは、一言で言うと世界中で報告されたほぼ全てのチップシックデータをギュッと集めて何がどこにひっついているかというのをビジュアルで理解することができるような、ウェブサービスです。で今日お話しする内容を簡単にまとめますと、最初冒頭5分使いましてイントロをお話しします。チップシックとは何なのかということと、このチップアトラスで何ができるかということをお話したいと思います。でその後ハンズオンセミナーということで、大体20分ぐらいでチップアトラスを触っていただきたいと思います。でその時にこの IGV というツール、メールか何かで周知されているかと思いますけども、それをちょっと起動しておいてください。で最後に、今開発中の新技術についてもちょっとご紹介したいと思っておりまして、まあ、これは非常に小さな領域からでも遺伝子発現解析ができるという技術です。でまずイントロなんですけども、遺伝子発現制御機構についてお話したいと思います。何かの組織とか、臓器とかで特異的に発現する遺伝子、いろいろあるかと思うんですけども、そういった遺伝子の発現制御は、ノンコーディング領域におけるエンハンサーという領域が重要です。で、まあ、こういったエンハンサー領域におきましては、いろんな転写因子が結合しておりまして、またその周辺に、存在するヒストンには様々なモディフィケーションがあります。でこれらの組み合わせによってこの遺伝子の発現が非常に精密に制御されます。でつまりこういった転写因子や修飾ヒストンがゲノム上のどこに分布しているかというのを知るということが一番その発現制御機構の解明においては必要になります。でそういったことができるのがチップセックという技術でありまして、クロマチンイミノプレスピテーションウィズシーケンシングという技術です。これは簡単に申し上げますと、このようにクロマチンを取ってきまして、そこに結合している転写因子や修飾ヒストンに対する抗体で、クロマチンを免疫鎮光しまして、得られた DNA 断片をハイスループットシーケンサーで読み取るという技術です。でこのハイスループットシーケンサーで読み取った後、さまざまな情報解析を行うことによって、まあ、例えば好きな遺伝子の周りにこういった転写因子がこういった細胞において、こういった領域に結合しているというのを調べることができます。で特にこの波形データのように見えるものがアライメントデータというふうに言われまして、まあ、その山が高いところに、まあ、非常に強く結合しているということを示しています。でこの辺になんかバーのように見えるのものがピークコールデータというふうに呼ばれるものでありまして、まあ、ある、統計手法を使いまして、このピークが立っているところはどこなのかというのを客観的に判断するようなことができます。でこういったものは、先ほどのこの IGV というゲノムブラウザーで閲覧することができます。でこのチップセックという技術は、これ今から約10年ぐらい前に開発されたんですけども、その後いろんな研究室でこの実験が行われています。でどん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 データが増えておりまして、もう今やもう10万件を超えるぐらいの実験データがさまざまなところから報告されています。でこういったデータはほぼ全てこの NCBI とか DDBJ のような公共レポジトリにデータが登録されておりまして、でそういったデータは自由にダウンロードして利活用して良いということになっています。でじゃあこれを使ってみようということで、ここにアクセスしてデータをダウンロードするわけなんですけども、ここで得られるものはこのシーケンサーが読み取った配列生データだけです。つまりこういった配列データを見ても何がどこにひっついてるかというのは全くわからないわけなんですね。でこういった解析、まあ、コンピューターでいろいろ行うわけなんですけども非常に大変です。でそこで私が考えたのが、スパコンで全部これを計算してやってビジュアライズしてやろうというふうに考えました。でそのために DBCLS の太田達郎さんと協力してチップアトラスというプロジェクトを立ち上げました。でどんなデータを処理して公開しているかといいますと、先ほど言いました NCBI などに全ての配列生データが登録されていますので、それらを全部ダウンロードしてやった後にレファレンスゲノムにアライメントしてやります。まあ、そうすることによってここでは3つの実験データを色分けしておりますけども、こういうふうに波形データのように見えるものを作っております。でさらにピークコールを行っておりまして、アライメントが優位に集中する領域を特定しておりまして、これもチップアトラスのウェブサービスを通じて閲覧することができます。でもう一つ非常に重要なことを行っておりまして、それがサンプルメタデータのキュレーションという作業になります。まあ、例えばこの3つの実験データをこういった転写因子でこういった細胞における実験データであるというふうに書き下しているわけなんですけども、これ全て私が全部手作業できれいに書き下すようにしております。
で、何をもとに、キュレーションを行っているかといいますと、こういったところにデータを登録する際に、サンプルメタデータというものも記述しなければ なりません。で、そこに、そこではどんな実験を行ったとか、どんな抗体を使ったとか、そういったことを書くわけなんですけども、その書き方にちゃんとしたガイドラインがあるわけではありませんので、ここでは例として8つの実験データのサンプルメタデータを書いてありますが、まあ、何が書かれているかっていうのをパッと見てわからないわけです。で、そこで私はそれをすべて手作業でキュレーションしておりまして、転写因子の抗原名と細胞名と、でそれらが由来する組織まで書き下すようにしています。まあ、つまり例えばヘップG2 というセルラインはリバイ由来であるとか、そういったところまで書き下すようにしております。で、現在だいたい毎月1500件ほどデータが追加されておりますので、一応サボらずにちゃんとこういったキュレーションを行っております。で、最近ではこの三相系のセセジュンさんとの共同研究で、機械学習化しております。つまりこういったサンプルメタデータのキュレーションを、機械学習によってより簡単に短時間で済ませるようになっております。で、まあ、そうすることによって、このきれいに書かれたサンプルメタデータをもとにこういったデータを見ることができるんですけども、チップアトラスの特徴はこういった一個一個のデータを見ることができるということだけではありません。で、むしろ重要なのが、こういった数万件のデータをすべて統合解析してデータマイニングができるというのが大きな特徴になります。で、それがこのチップアトラスのトップページにあります、この4つのツールになります。ピークブラウザー、ターゲットジーンズ、コローカライゼーション、エンリッチメントアナリスというツールになります。で、これらについて何ができるかというのを簡単にご説明したいと思います。まあ、例えばこういうふうにゲノムがあって、こういうふうに遺伝子があるとします。で、ピークブラウザーというツールを使うと、ここにどんな転写因子や修飾ヒストンがひっついているかというのをビジュアルで理解することができます。で、またこういうふうにある転写因子と遺伝子が非常に近いところに結合していると、これらは制御関係にあるというふうに判断することができるわけなんですけども、そういった解析に使えるのがターゲットジーンズというツールでありまして、興味のある転写因子名を入力すると、それが結合する、近傍に結合するような遺伝子を探索してくれます。で、またその逆ができるのがエンリッチメントアナリシスというツールです。逆というのはどういうことかと言いますと、このように複数の遺伝子名を入力してやったときに、これらの遺伝子の近傍に共通して結合する転写因子は何なのか、つまりこういった遺伝子のマスターレギュレーターの特定が行えます。で、またこういうふうに、ゲノム上では複数の転写因子が同じようなところに結合して、それらがより強い、転写活性を示すということが知られています。で、そういった解析に使えるのがコローカライゼーションというツールでありまして、興味のある転写因子名を入力しますと、それと、ゲノム上で同じようなところに結合する転写因子は何なのかといった疑問に答えてくれます。で、今日は時間の都合上、このピークブラウザーとエンリッチメントアナリシスについて、ご説明したいと思います。では、ハンズオンセミナーということで、実際にパソコンを使ってやっていただきたいと思うんですけども、一応ちゃんと紙芝居形式でスライドを作っております。で、まず IGV のインストールですけども、まあ、皆さんやっていただいているかと思いますが、一応ご説明します。 Google で IGV ゲノムというふうに検索していただいて、トップページにあるのがこの IGV のウェブページになると思います。で、ここのダウンロードというところをクリックしていただくと、こういうふうにアプリをダウンロードできます。 Mac はこれ、 Windows はこれで、ダウンロードしたものをダブルクリックすると、まあ、起動できるかと思います。で、ただなんか環境によってはうまくいかない時が多々あります。で、その時 Java のバージョンを8以降にアップデートするなどをするとうまくいくようです。で、そうするとこういうふうに IGV のウィンドウが、開くかと思います。で、チップアトラスを利用する前にこの IGV を起動しておいてください。で、チップアトラスのトップページにこれから行ってみます。 Google のでチップアトラスというふうに検索していただくと、まあ、おそらく一番上にあるかと思うんですけども、そこをクリックしていただくと、このチップアトラスのトップページに行くことができます。で、ここに先ほど申し上げたこの4つの解析ツールがあります。で、それぞれにここに動画マニュアルが準備されています。まあ、ただしこれ英語で書かれていますので、日本語で見たいという方は統合 TV というふうに Google 検索していただくと、このチップアトラスの日本語の動画マニュアルを見ることができます。
でまず、そのピークブラウザを使って複数のチップシックデータをまとめて見てみようということをやっていきたいと思います。ピークブラウザーというのは先ほども申し上げましたように興味のあるゲノム領域にどんな転写因子や修飾ヒストンが結合しているかというのをビジュアルで理解することができます。でここでは例として PAU5F1 という遺伝子座にどんな転写因子が結合しているかというのをこれから見ていきたいと思います。チップアトラスのトップページに行っていただきましてこのピークブラウザーというところをクリックしてください。でそうすると、まあ、こういった画面が出てくるかと思います。でここで、生物種を選んだり、あと抗原や細胞のクラスというものを選ぶことができます。抗原のクラスというのはどういうものかといいますと、ヒストンや RNA ポリメレース、転写因子などから選ぶことができます。で、またセルタイプのクラスというのは、アディポサイトとか、ブラッド、ボーン、ブレストとか、いろんな細胞タイプがここにあります。で、まあ、ここで、いろいろ絞り込みをして、これから見ていきます。こうと思います。まず生物種をホモサピエンスというふうにしていただいて、あと抗原のタイプは転写因子などというふうに、選択してください。でセルタイプに関しましてはプルリポテントステムセル、つまり iPS 細胞とか ES 細胞などを含むグループになりますけども、これを選択してください。でその後この View on IGV というところをクリックしていただくと、もし電波がよくって IGV がちゃんと開かれているとここになんかこういうふうなものが出てくるかと思います。でさらに、その上で好きな遺伝子名をこれから入力していきます。例としてここでは PAU5F1というふうに入れてみてください。ここで注意なんですけども、ここで入力する遺伝子名はいわゆるオフィシャルジーンシンボルに限られます。まあ、例えばこの PAU5F1 というのはむしろ通称であるオクト4というふうに呼ばれることの方が多いんですけども、それだとなんかエラーが出てしまいます。正式名称である PAU5F1 というふうに入れるようにしてください。でちなみにこの遺伝子というのは ES 細胞の多分化能の維持に非常に重要な、因子です。でここを PAU5F1 と入れて GO をクリックしていただくとこんな感じで出てくるかなと思います。ここで表示されているのが PAU5F1 の遺伝子座があって、でこれ複数の、転写バリアントがあります。でまあこれがあるとちょっとなんというかその鬱陶しいので、ここ右クリックしていただいて、コラプスとっていうふうにやってみてください。そうするとこんな感じになって割とこうすっきりすると思うんですけども、もう一度言いますと、ここ右クリックしてコラプストっていうふうにやるとこういうふうになります。であとここなんかこうカラフルなバーがいろいろ出てきているわけなんですけども、これは全てのチップシックデータのピークコールデータがここにギュッと集まっています。でそれがなんか折りたたまれた状態になっていますので、これからちょっと展開していきたいと思います。ここを右クリックしていただいて、エクスパンディットというふうにやってみてください。そうするとこういうふうな感じでビロッとこう全部展開されるかと思うんですけども、もう一度言いますと、ここ右クリックして、ここエクスパンドというふうにやってみてください。で、こういうふうな感じになります。で、ここなんかちょっと見ていただきたいのが、ちっちゃいなんか矢印みたいなのがあるんですけども、右側に向いてます。つまり、転写開始点がここにあって、 PAU5F1 はこっち向きに転写されるということを示しています。つまりこの転写開始点の、近傍にはこういったものがひっついていて、その上流には、こういった転写因子がこういった細胞で結合しているということが示されています。でちょっとここ端っこに行ってますので、ちょっとこっち側に寄せてみます。この辺をクリックして左にドラッグしてみます。そうするとこんな感じで真ん中の方に寄るかと思うんですけども、そういうふうにして自分の好きな領域にフォーカスを当てることができます。でまたちょっとここなんかいろいろごちゃごちゃしていますので、もう少しここら辺を拡大してみます。そのためにはここを左クリックして右の方にドラッグして、ここでマウスを離すというふうにするとこういうふうに拡大されます。もう一度言いますと、この辺なんですけども、この辺をクリックして右にドラッグして離すというふうにやるとこういうふうに拡大されます。あとこっちの右上の方にマイナスとかプラスとかいうふうにありますけども、ここをクリックしていただくとズームインとかズームアウトができるようになっております。
で、まあ、こういうふうにして見ていきますと、PAW5F1 の上流の約2キロベースと3キロベースに、こういった転写因子、ナノグとか CHD7 とか、RAD21 とかといった転写因子が、ES 細胞とか iPS 細胞で結合しているということが理解できます。で、この一個一個のカラフルなバーというのは、すべてのチップシックデータのピークコールデータになります。で、この色が表しているのは、まあ、なんかいろんなその統計処理をしているんですけども、簡単に言いますと結合の度合いをヒートカラーで表しています。まあ、つまり青から緑、赤にかけて結合が非常に強いということを示しています。で、あとこの辺なんかこうマウスのカーソルを当ててみますと、どんな実験が行われたかというメタ情報が表示されるようになっております。で、また好きなところをこういうふうにどこでもいいんですけどもクリックしてみてください。例えば iPS 細胞における SOX2 というところをクリックしていただくと、ウェブブラウザーの方でこういった表示が出てくるかと思います。もう一回言いますと、この好きなところのバーをこういうふうにクリックしていただくとこういった画面が出てくるかと思います。で、ここにはそのクリックされた実験の詳細な情報をここで見ることができます。例えばこれはオリジナルのサンプルメタデータと私がキュレーションしたメタデータが載っています。で、この上の方に他にもなんかライブラリー情報などがこの下の方にいろいろ書かれています。で、この上の方になんか青いボタンがありますけども、これらをクリックすることによってデータをダウンロードしたり、さらに個別のデータを閲覧することができます。まあ、例えばこの ViewOnIGV というところをクリックしていただいて、そのビッグイックというところを選択していただきます。ビッグイックというのはアライメントデータ、波形データのように見えるものの、フォーマットの名前なんですけども、そこをクリックしていただくと今度はまたIGV の方に、一番下の方に出てくると思うんですけども、先ほど選択された iPS 細胞における SOX2 のチップシックデータのアライメントデータが表示されるかと思います。まあ、つまりこうすることによって全てのチップシックデータをまとめて見ることもできますし、一個一個のデータも見ることができます。で、ちょっとこれ下の方にあって鬱陶しいので上の方に引き上げることができるんですけども、まあ、こういうふうにして表示してやると PAW5F1 の上流領域に、いろんな転写因子を結合するサイトが2箇所あって、でそこになおかつ、iPS 細胞では SOX2 が結合しているということが理解できます。で、実はここの、2箇所の領域というのは ES の業界ではもう非常に超有名なエンハンサー領域として知られています。PAW5F1 の上流領域にディスタルエンハンサーとプロキシマルエンハンサーという2箇所の強力なエンハンサーがあって、それによってこの PAW5F1 の発現がドライブされている。それによって ES 細胞の多分化能が維持されるということが知られていますので、まあ、そういったエンハンサーがまずどこにあるのかといったことと、でそこにどんな転写因子が結合しているかというのが同時に理解することができるかと思います。で、ちなみに先ほど配っていただいたパンフレット開いていただくとこういうふうな図があるんですけども、 SOX2 のチップシックデータとピークコールデータをまとめたものがあるんですけども、これ実はちょっと仕掛けがありまして、パンフレット閉じていただくとこういうふうになるんですね。わかりますかね。これを閉じるとこういうふうな感じになって、これ実はこのよくわからないこの島のように見えるものっていうのは実際のチップシックデータに基づいているということで、これはデザイナーの方に作っていただいたものです。まあ、そうすることによって何がどこにひっついているかということと制御領域がどこにあるかというのを理解することができます。で、続きまして、チップアトラスのもう一つのツール、エンリッチメント解析についてお話したいと思います。で、エンリッチメントアナリシスではどんなことができるかといいますと、複数の遺伝子名を入力すると、そういった遺伝子の周りに共通して結合する転写因子は何なのか、つまりこういった遺伝子のマスターレギュレーターを特定することができます。で、ここでは例として肝臓で特異的に発現する遺伝子群にどんな転写因子が共通して結合するか、つまり肝臓特異的遺伝子のマスターレギュレーターをこれから特定していきたいと思います。で、じゃあその肝臓で特異的に発現する遺伝子どうやって入手するかということなんですけども、今日の午後からお話あると思うんですけども、 RefX というウェブサイトが非常に便利です。 Google で RefX というふうに入れていただくと一番トップに出てくるかと思いますが、まあ、ここを使
使うと、ここにあるなんかいろんな臓器で特異的に発現する遺伝子を入手することができます。でここでは例としてこの肝臓というところをクリックしてみてください。でここをクリックしていただくとこういうふうに画面が切り替わって、このあと下にずらーっとこう肝臓で特異的に発現する遺伝子がのっけ示されているかと思います。でこれらを一括でダウンロードするためにここの右上のダウンロードというところをクリックしていただいて、でそれを Excel で開いていただくとこういうふうな感じのテーブルが得られるかと思います。でちょっとここは駆け足です申し訳ないんですけども、もう一度言いますと、このダウンロードをクリックして Excel で開くということをやるとこういうふうな感じになります。でこのカラム B のところにあるのが、RefSeq-ID というふうに書かれてありますが、遺伝子に対する ID が書かれています。でこれをすべて、選択してやってコピーしてやって、でそれをチップアトラスのエンリッチメントアナリスというツールにこれからペーストしていきます。でちょっとめんどくさいという方は短縮 URL も準備していますので、 bit.ly の 2khmltu にアクセスしていただいて、この rivergenes.txt をダウンロードしてください。でこれを一旦コピーした後、今度はこのチップアトラスのトップページのエンリッチメントアナリシスに行っていただきます。でそうするとこういった画面が開かれるかと思うんですけども、この左下の方にあるここに先ほどコピーしたデータをペーストしていきますが、その前にちょっといろいろ設定が必要になります。まず生物種とか抗原タイプとかを選んでいきます。ここではホモサピエンスというふうに選んでいただいて、抗原のタイプは転写因子などというふうにしてください。でこっちの、細胞タイプに関しましては全ての細胞タイプというふうにしていただいて構いません。でその上でここですけども、ジェノミックリージョンズとジーンリストという2つあるんですけども、このジーンリストの方をチェックしていただいて、でそこに先ほどコピーしたデータをペーストしていただきます。でここに入れているのは先ほどRefSeq-ID になっていますけども、オフィシャルジーンシンボルでも受け入れ可能です。他にもユニプロット ID も対応できていまして、それらは自動的に認識されて、解析が行えます。でまたこちら、比較対象を選んでいくわけなんですけども、ここではバックグラウンドとして、肝臓特異的遺伝子以外の遺伝子というふうにチェックを入れています。これどういうことかと言いますと、肝臓特異的遺伝子とその他の遺伝子両者を比較して、こっち側の方により結合が集中するような転写因子、そういったものをこれから探索していくということで、このバックグラウンドを何にするかというのは結構重要になります。でこちら側チェック入れていただくと別の遺伝子リストも入れることができますので、例えば皆さんが RNA-seq とかを行ってある細胞とある細胞を比較したときに、発現が上昇する遺伝子と発現が低下するような遺伝子を入れてやって、両者を比較してこっちにどんな転写因子が結合しているかといった解析が行えます。で、この辺名前は適当に入れていただいた後、転写開始点からの距離幅を入れます。ここでは例として、転写開始点のプラマイ5000ベースというふうに入れてやると、この転写開始点のプラマイ5キロに、結合する転写因子をカウントしていきます。でその上でこのサブミットというボタンをクリックしますと、こういった画面に切り替わります。ここのステータスというところがどんどん変わるんですけども、計算終了するまで数分かかります。でここがステータスがフィニッシュというふうになったところで、この URL をクリックしていただきます。でこの URL を控えておくとまた後日閲覧できますので、必ずコピーしてどっかに残しておいてください。で今日はちょっと時間ありませんので、この短縮 URL、bit.ly2glzah1l に、アクセスしていただくとこういうふうなものが出てくるかと思います。簡単に、結果の解釈についてお話ししますが、この一行一行がその肝臓特異的遺伝子に結合がエンリッチするようなチップシックデータになります。つまりチップアトラスの中には数万件のチップシックデータがあるというふうに言いましたので、これがずらーっと何千行というふうに続いているんですけども、そのうちの上位にあるものがこういったものというふうになっています。
で、ここに書かれてあるのが転写員氏名で、ここに書いてあるのが細胞名です。で、どのぐらいエンリッチするかという指標となる P バリューがここに書かれていて、で、P バリューが低い順に、つまり優位な順に、このテーブルはソートされています。で、つまり、何千行とあるうちの一番トップに上がってきているのが、HEPG2 というリバー由来のこういった転写因子が結合するということが分かります。で、この見方に関してはちょっとPDF 資料を見てください。で、この転写因子をよく見てみますと、HNF4A とか HOXA1-2 といった転写因子が上位に上がってきているわけなんですけども、実際こういった転写因子は肝臓の発生に非常に重要であるということが知られています。で、さらに、この皮膚のファイブロブラストに、この HOXA とか HNF4 を強制発現させてやると、ヘパトサイトライクな細胞に分化できる、ダイレクトリプログラミングできるということが知られていますので、そういったマスターレギュレーターの特定を、このチップアトラスのエンリッチメントアナリシスを使って行うことができます。まあ以上まとめますと、組織特異的遺伝子をこのレフ X で取ってきて、このチップアトラスでそのマスター因子の、特定を行うことができます。で、ところが、組織特異的遺伝子、まあここにはないデータもたくさんあります。じゃあどうするかというと、まあ皆さんでデータを取ってこない、実験を行って取ってこないといけないわけなんですけども、先ほどのような肝臓のように大きな組織だったら、それを全部すりつぶして RNA-seq を行えば、そこで発現する遺伝子を見つけることができます。で、ところが、まあ非常に小さな領域、特に僕は発生学が専門なんですけども、非常に小さな領域で特異的に発現する遺伝子を見つけるというのは非常に困難です。で、そこで私は最近、フォトアイソレーションケミストリーという非常に画期的な実験技術を開発しましたので簡単にご紹介したいと思います。で、これは旧大の本田さんと大川さんとの共同研究になります。例えばこれ 14.5 日杯のを輪切りにした組織切片を示しています。で、将来の脊髄の元になるニューラルチューブというのがあります。で、例えばニューラルチューブ、こんな大きなところのここだけをこう徹底的に調べたいっていうふうに思ったときに、この切片を全部トータルライセートを回収して RNA-seq を行っても何の意味もありません。つまりいろんな組織が混ざったデータになりますので全然意味がありません。で、またこういった非常に小さなところをこう切り出して物理的に切り出すというのも非常に困難です。で、そこで私が今開発している技術は好きなところにこういうふうに光を照射してあります。で、その上でトータルライセートを回収して RNA-seq を行うと、この光を照射したところだけの発現遺伝子発現データが得られます。で、どんなからくりかというのはちょっと時間の都合上お話しできないんですけども、もしご興味のある方いらっしゃいましたらお声かけください。で、まあ、実際にこの、僕が行った実験はこの3点にそれぞれ光を照射して、各領域で特異的に発現する遺伝子を200個程度得ることができています。まあ、非常に定量的に遺伝子発現を解析することができます。で、最後にチップアトラス、いろんなところで布教活動をさせていただいております。この 2,3 年で数十箇所の大学や研究機関で出張セミナーしてるんですけども、まあ今回よりはもう少し時間をとって、だいたい1時間半ぐらいでチップアトラスのハンズオンセミナーをさせていただいております。で、どうせお高いんでしょうと思われるわけなんですけども、旅費や謝金などは一切いただいておりません。今回と同じで NBDC 統合化推進プログラムよりこの布教活動 の、のための予算をいただいておりますので、お気軽にお声かけください。最後に謝辞ですが、本研究は様々な方との共同研究の上に成り立っておりまして、特にチップアトラスはこういった方々との共同研究で、最後の光を当てる実験に関しましては、こういった方々と共同研究で行っております。以上です。ご清聴ありがとうございました。